とうございます、いつも通り平凡な一日をやっていきたいなと思います。今日の寝巻きはこちらのバンズの、ハワイで買った T シャツなんですけども、もうこれが早速寝巻きに行ってる理由はサイズが小さいということで、首がギュンギュンに詰まってですね、肩とかもうパツパツになってるので、ちょっとサイズがちっちゃいので、もうすぐ私服できることなく、すぐに寝巻きになってしまったというところで、後ろ姿はちなみにこんな感じですね。今からもう寝ていくんですが、ただいま時刻が10時なので、今からもうベッドに行ってゆっくり寝たいなと思います。ではおやすみなさい。おはようございます、今日はですね、僕は真ん中でパックリ割れてこんな感じで仕上がっておりますが、いかんせん今日はですね、ズボンを履いてないので、これ以上下をお見せすることはできないので、早く着替えたいなと思います。では着替えていきます。はい、ですね、主婦の朝は忙しくて、まずやることとしては今洗濯機回してる。で、この後タコ付きって言いちゃいなあかん。しかも今日ゴミの日、どれからするかまず迷うんですけども、まあ、それが終わってから撮影して編集なんですけど、まあ、まずゴミ出していきましょうかね。はい、今のが僕の動画をこよなく愛する視聴者の方の一番好きな動画、ゴミ出しを引用しました。先に洗濯物が出来上がったので、洗濯物を干しに行きたいなと思います。その後タコズキッチンです。ゴー。はい、それでは今から、タコズキッチン始めます。ベーコンと卵、そう、ベーコン丼です。卵トッピングの。僕はいつもですね、テレビはほぼほぼ見ないので、芸能ニュースが全くどないなっていうか全然知らなくて、ドラマを見てないので、新しい俳優さんとかちょっとわからなくて、一番近く出た広瀬すずちゃん以来はあんまそのどうなってるか知らんっていう感じなんで、それが僕の中で一番最新の女優さんっていう感じにはなってます。で、まあこうやって耳聞いてるのは基本的にこういうなんていうんですかね、ラジオとかで日本の経済ニュースばっかり聞いてて、いろんななんか、会社こんなこと、富士通がなんかリストラ始まってるやんとか、そういうなんか現実的なことばっかり仕入れてるっていう感じなんで、まあ今からちょっとラジオを聞きながら作っていきたいなと思います。作ります。気ぃついたらですね、もう撮影やっちゃってて、でも撮影も全部終わって、現在が10時10分で、まあさっき撮ったのは最近購入したアイテムみたいな感じのやつを撮ったんですけど、もう今は編集ちょっとデータちょっと移行して編集していこうかなと思ってますが、はい、それではですね、次はですね、昨日ノースフェイスの堀江店行って修理の手袋を取りに行ったんですよ。で、その修理のがここ直ってますみたいな動画を、今直ってますって動画撮ってセカンドチャンネルに上げるっていう感じになるので撮っていきます。はい、以上です。ありがとうございました。はい、それでは撮影しました。今昼なんですけど、なんか朝のベーコン丼がだいぶずっしり腹にきてて、あんまり腹減ってないので、まあとりあえずでも食べへんのはまずいんで、サラダを食べたいなと思います。女子みたいですが、サラダを食べたいなと思います。で、これ食べてからはなんか最近なんか昼寝が結構取り入れられてるって言って、アップルとかグーグルとかいろんな企業で、だからなんか一回昼寝してみようかなと思って、なんか30分ぐらい昼寝したら注意力が 57% ぐらい上がるらしくて、より編集にも力入るやろうなという言い訳をしながら、まあ、30分ぐらい寝ようかなと思うので、食べたら寝ます。ではですね、今1時15分から寝ていくんですが、寝る前のコツとしてはなんかコーヒーを飲むといいらしいです。そしたらなんか深い眠りにならんらしいです。
深い眠りをしましょう。それではですね、あれからちょっと着用動画が必要だったんで、こうやって着用動画用に服着て、もうこれめんどくさいんで、このままオフィス行きたいなと思います。まあ、午前中にオフィス行かなくて、昼からオフィス行く時も全然あって、まあ、今日なんかはほんまに予定のない、なんもない、まさに平凡な一日なんで、まあ、それよりも昼寝がなんかどうやったかって言われたら、正直寝る前のコーヒーが効いてて全然寝られへんっていうことで、まあ、確かに目つぶって横になってたから、まあ、頭はすっきりしてるんちゃうかなとは思いますが、まあ、オフィスに向かいましょう。まあ、これがないと平凡な一日の感じがもうしなくなってきてると思うの で僕も毎日行くのでちょっと顔出しておかなダメなんで、店長にちょっと顔出していきます。店長とも数回しか喋ったことないですし、店長いつも喋ってもあんま返してきてくれないんで、あんま会話できないんですけど、それこそ最近ちょっと本社が乗り込んできてるんで、なんかあんま店長とも会わんくて、なんか本社の偉いさんばっかりがレジ立ってはるんで、なかなか会えてないんですけど、まあ向かってます。まあ、今日の僕の今のところの予定はオフィス行ってちょっと編集してもう終わりにしたいなと思って、一応今からするのが東京に車中泊行ってた動画があるんですけど、それが合計で5本あるんですけど、4本はもうバーッと終わらしたんで、昨日までに5本目がまだ編集終わりきってないんで、それを終わらしたらもう今日はジムまでゆっくりしようと思ってるので、まあ、嫁蔵を帰ってきてからジム行くとは思うんですけど、昨日嫁蔵を帰ってきてから副音声撮りたいから副音声ちょっとやるでって言ったら、なんかもう今日はほんまに疲れてるから無理って言われて、で、あ、ほんならじゃあ明日やろうかって言って、まあ、昨日はできなかったんで、まあ、今日やろうかとは言ってるんですけど、まあ今日も疲れてたら、まあ、できないかもしれませんが、これを嫁蔵のお父さんとお母さんはどんな気持ちで見てんやろうなと思って、娘が副音声で喋ってそれを楽しんでくれてる人がいてるって、まあ、多分嫌な気はしないと思うので、まあ、なんか不思議な感じの親孝行をしてます。まあ、ひとまずオフィスが近づいてきたので行きたいなと思います。はい、それでは、帰宅しました。現在が3時です。まあ、ちょっとだけ編集頑張って、もう今日はもうこれでおしまいにしようかなと思ってますが、まあ、そんなことよりもですね、重大なニュースがあって、そのファミリーマートの店員さんに、最近店長見ないんですけど、店長どうなったんですかって言ったら、あ、店長変わりましたって。みたいな感じになって、アルバイトの人は変わってないですよねって言ったら、アルバイトは変わってないですけど、店長が変わりましたってなって、なんか最近店長さん見てなかったんで、寂しいなと思ったらやっぱ行ってなかった。まあ仕方ないですよね。まあ、出会いなんで、出会いもあれば別れもあるというところで、まあ、オフィスには新しい新社長が来たという思ってですね、新社長の方針のもとオフィスを使わせていただこうと思ってます。なのでまだ店長さんはちょっとどなたか分かりませんが、またおいおい出てくるんじゃないでしょうか。はい、それではですね、ちょっと早いですが3時半ですが、晩ご飯を食べます。内容はサラダ、さっき食べたサラダに、これ多分僕の好きなダラやと思うんですけど、ダラで、味噌汁、赤味噌で米っていう感じのを、昨日の夜忙しい中作ってくれてて、で、まあ、これ食べてジムで合流しようかって言ってるので、まあ、それまでは寝ます。では食べて寝たいなと思うので、またじゃあ7時にお会いしましょう。はい、それではですね、7時20分になって嫁蔵が帰ってきました。おかえりなさい。疲れてる？ジム行く？ではジム行きます。はい、それではですね、ジム到着してジムに行きたいなと思います。だいたい週に3回ぐらいは行ってるんですけども、そのうち2回は風呂だけで、1回だけが鍛えてるということで、まあ、今でだいたい1ヶ月ぐらいなので、まだ4回しか行ってませんが、今日は鍛える日です。頑張ってきます。はい、それでは、鍛えてきました。なんか嫁蔵はですね、もうさっき帰ってんのかな、なんか今日機嫌悪かって多分帰ってないと思いますが、多分、まあ、家に帰ったらいつも通りになると思うんですけど、今日はなんかしばらく引きずってたんで、はい、そんな感じで今日はちょっと出演なかったですが、また副音声でまたこの今なんか僕のこれ聞きながら喋ってると思うんですけど、まあ、その頃にはもう元気になってると思いますので、まあ、ここは最後は一人で終わりたいなというふうに思います。では、
今回もですね平凡な一日見てもらってありがとうございました。